さあセンタークリーンヒットになりました。セカンドラン三塁ベースを回った。もうゆっくり投げ返すだけ。先制点は千葉ロッテマリーンズです。安田初プロ、間を作りながら投げてきますが、すごく嫌ですよね、うん、カーブ右中間、これも間を抜けない。木村追いかけた。さあファーストランナーはサードストップ、ランナー一塁三塁、ツーアウトランナーなしからランナー一塁三塁。まあ、変化球に本当に泳がされないっていうんですかね。そうですね。